攻撃の第一のポイントですから、そうした場合にディフェンスのポジションというのはゴールを奪わせないように動き出しますから。さあダボから張りまぐり、まだありません。この縦にいいボール出ました。高原、中にバンド、高原勝負に行く、高原のシュート、弾いた弾いた、入った入った、同点です。同点、2対2。いやー、今のは小野からのいいパスを高原が休まずにね、シュートで終わらなきゃいけないですよね、はい、このように最後バンドがボールと一緒に入り込みましたが、これシュートはこれ高原のシュートがそのまま、そうですね、このシーンですね、はい、ここで打ってキーパーが弾いて放物線を描いて、あ、もう入ってますね、入ってますね。後半の8分、日本同点に追いつきました。これさっき早見さんがおっしゃった勝負に行く気持ちが、はい、そうですね、高原のゴール、キーパーのちょっとイージーミスかもしれませんけれども、強いシュートを打てたということがイージーミスを生んだということですからね。オーバーラップする石川、戻します。稲本、酒井、今度はどうするか、縦から小野、こぼれて中に、外に出します。市川、クロスボール、入った、シュート、決まった、ヘディング、日本リード、3対2。この形がいいですよね。日本もここで逆転、一気に2点。後半12分、一旦はリードされた前半ですが、この後半に入って2点、3対2。いい攻撃でしたね、これ。これはね、小野がディフェンスを引きつけるようなキープをして、市川のクロスボールですね。このボールも高さ速さドンピシャリですね。日本のこれ得意な攻撃のパターンと言っていいですね。そうですか、きちっと声を出して今何をすべきかという日本のコンセプトの中でバランス、今もいい出足ですけれどもね、はい、よく取って、さあカウンターのチャンス、ここからいいボールが高原だ、フリーになった、さあ高原浮かした、入りました。今日3点目、これで4対2。後半の38分、日本がこれで2点差をつける貴重なゴール。ただ今のケース、さらにちょっと軽率だったと思いますね。この3番のサイヤフが追いついてくるタイミングでありましたが、キーパーのマブルークは出てきましたね。ここで出てきました。これはということはディフェンダーに任せて自分はもっと下がった位置でもよかった、でもよかったんだと思うんですね。ただ最初に出た時には高原が完全に一人だったもんですから、自分が行かなきゃいけないっていう、その判断のミスじゃないかと思いますね。これパス出したのはさっき思った、まあ、今まで、ね、自分のプレーっていうのはねできなかったんで、ね、まあ、ようやく5試合目で納得いくプレーができたかなっていう感じですけど、ね、まあ、アジアチャンピオンになるために、ね、ここまで来たんだな、ね、で、まあ、負けられないんで、ね、まあ、自分がしっかり点取って、まあ、勝ちたいと思います。